申し上げます。我が軍の背後から両夫が邪魔はするな。待て、両夫。どこへ向かう気だ。清盛の完全勝利への完璧なる戦略を、純一無二の武で頂上を目指す呂布は拒絶。完全有利から絶対不利の呂へと造反した。誰もが予期せぬこの呂布の反逆と孫悟の不屈の闘志がついに清盛の完全を打ち破る。だが清盛はこの展開をも読み切っていた。そして完全なる勝利のための究極の一手をすでに打っていたのだ。オロチの復活である。ゴン、義経、そして呂布は再び死せる清盛の完全を覆さんと、オロチの待つ決戦の地赤壁へと向かう。呂布はただ最強足らんがため、ゴンは乱世を治めんがために。呂布、反骨の塊のような男だな。オロチ相手にただ一人で立ち向かう気か。呂布の旦那、やる気だれ。見事なお見え切りやがったぜ。たじろいでいる暇はないぞ。呂布に遅れを取ってはならん。オロチが二度と復活できぬよう、孫悟の高き炎で燃やし尽くすのだ。Yeah.
みか。いや、これは良いぞ。上等、奴らへの鎮魂歌は俺が奏でよう。船を待って動く。もう少し耐えていろ。貴様はここで口を当てろ。敵武将を撃破した。俺もやりますぜ。それで勝ったつもりか。我が力存分に味わうがいい。敵武将撃破した。鮮やかなお手並み。描いても貴様らは勝てぬわ。来たか。今こそ妖術の元を立つ。早く行け。雑魚どもの相手は退屈なだけだ。ここで口当てろ。我が力存分に味わうがいい。貴様はここで口当てろ。貴様ら返り討ちにしてやるわ。任せよ。貴様ら返り討ちにしてやるわ。せいぜいあがくがいい。敵武将撃破した。よし、それでいい。せいぜいあがくがいい。敵武将撃破した。鮮やかなお手並み。せいぜいあがくがいい。敵武将撃破した。よし、これでいい。もはや復活はできん。地獄で眠れ。残念。もう少し楽しんでもらえると思ったのにな。次の船でこの戦に道を開く。
やったぞ。皆敵本陣を目指して突き進め。やる。私も針に手を相手しなくちゃね。貴様はここで口を当てろ。我が力存分に味わうがいい。我が力存分に味わうがいい。せいぜいあがくがいい。敵武将敵をスト。これもやりますね。など不要ですかな。援護だけなわ。さらに盛り上げてこう。その程度止めることなどできんわ。敵武将撃破した。よし、これでいい。最高の舞台、俺も楽しませてもらうぜ。いざ尋常に勝負。これ以上は進ませんぞ。これ以上勝手な真似はさせぬ。遠慮はいらぬぞ。いざ。我が力存分に味わうがいい。我が力存分に味わうがいい。我が力存分に味わうがいい。はい、甘い。
えているな。これはどうにもならぬ。敵将立花が討ち取った。素晴らしいですね。次会った時に貴様の最後だ。行きましょう。撃破した。大活躍ですな。戦の二枚、時代に抗え。俺の反骨魂、貴様にも刻み込んでやる。誠実にな。いいよ、私も誠実に挑むってあげる。オロチに挑みたいな。前田刑事を超えていいな。我らの手柄を立てねばなるまい。盛大なもてなしの礼だ。虎の牙を刺創してやる。ありがとう。食べ散らかしてあげる。おれ、再臨せい。うせよ。天地を覆す貴様の力も、橘がねじ伏せるのみ。たとえ影すら失おう、誠実に記憶させてやれ。貴様を倒し、幕府の頂に登る。了解。よかろう。我に貴様の血肉食らい尽くしてやるわ。我が力存分に味わうがいい。甘い。敵将立花が討ち取った。よし、これでいい。何度もオロチ様に勝てると思わないでよね。ここまでですか。腹が吹く。貴様はここで口当てろ。敵武将撃破した。俺もやりますね。援軍ですか。恐れ入ります。援軍を頼む。魂ごとぶっ潰してくれるわ。来てくださると信じておりました。来てくださると信じておりました。敵武将撃破した。よし、これでいい。
でですか。休息をくれてやる。引くぞ。陸が恋しくなったのか。いや、呂布のことを考えていたのだ。奴は頂点を目指した。ただまっすぐにな。その姿勢が孫悟に勇気を与えたのかもしれん。俺が呂布を褒めるとはな。鳳凱、じきに嵐が来よう。殿、悪い冗談はよしてくだされ。